秩父祭り会館秩父祭り会館は埼玉県秩父市にある展示施設日本三大引山祭り日本三大美祭の秩父夜祭りを主題としている館内に展示されているなし秩父夜祭りは隣接する秩父神社の霊祭であり毎年12月3日が大祭となっている秩父夜祭りの傘箱屋台は重要有形民族文化財に 一連の行事は秩父祭りの屋台行事と神楽として重要無形民族文化財に指定されている。また2016年には日本の山、保護、屋台行事の33件の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録された。当館は秩父夜祭り等に関する各種資料の収集、保管、展示を目的として1984年4月に開館した。 2014年4月29日に入館者数300万人を達成している。2014年度からリニューアルを開始し、2015年3月25日、第1弾として2回展示室の改修が完了した。2016年4月23日、体感型の展示室へとリニューアルされた1回展示室がオープン。2017年3月1日、 秩父祭り回廊と名付けられた 3D シアターがオープンした。ありがとうございます。